皆さんこんにちは、さやぐさ心です。今日は9月の2日、日曜日です。今日は太平洋クラブ女子選手権の予選に出場してきました。はい、今日はね、あいにくの天候で結構雨が午前中降ったり止んだり繰り返してたんですが、水はけも良くてしっかりコースの状態は保てて良かったんではないかと思います。はい、早速ですが結果を報告していきたいと思います。アウト41。うん、結構いいゴルフしてました。自分で言うのもなんですが、結構自分なりには満足のゴルフでした。イン43。これもミスもありながらよく耐えたんではないかと思います。トータル84。パット数が今日は驚異的でしたね。もうなんかショットがバタバタしちゃったのに、なんかボギーとかなんかパーとかが多い一日でしたね。なんとパット数27パットで今日は終えることができました。ミッドアーマーでのあのパットの悔しさといいますか、なんでふわふわ18ホールしてる入らない間に終わってしまったんだろうという反省をね、生かしてですね、今日は最後の最後までパターを諦めずにやるという気持ちがうまくいったのではないかと思います。はい、こういう風に下は提出なんですけれども、マーカーやったんで、こういう風に上のはもらって帰るんでね、こういう風に書いてます。そうですね、前半かなりショットも全体的に調子が良くてですね、5番ホールまでなんと1オーバーで行ってました。ここからですね、6番ホールからやっぱりちょっと嫌だなって思うホールは嫌な方に行っちゃうんですよね。嫌な方を避けたんですね、この場合は。ちょっと右側に池があってパー5なんですけど、6番は右側に池があって右の池嫌だなーと思ったら左に引っ掛けてしまって、なんか1個悪いの出るとその悪循環が続いてしまうというか、はい、でここでダボとしてしまってですね、でもまあまあ続かないぞと、ダボを続くのは良くないからラボを続けないようにっていうことだけ意識して、でここ7番ホール自分でも花丸つけたんですけど、もう結構ダボになりそうだなっていうようなところで寄せ1ができて、これは本当に良かったなと思います。しかもこのホール、そっか池は入ってない、結構なあれで寄せ1にしますよね。で次8番もこれ花丸ついてるんですけど、8番はもう本当に結構勝負に出て、結構ドッグレッグしてるんですけど、ドッグレッグの木の方向から曲げてフェアウェイ捉えようっていう気持ちでいったら、結構木の中の OB ギリギリ OB までやってないんですけど、木と OB の間ぐらいのところにいて、これの寄せ1は結構大きかったですね。この7、8は自分の中で花丸ホールです。で41で前半14パットでした。で後半はそうですね、後半は出だし良かったんですよね。出だしパーパーパーできたのかな、そう出だしパーパーパーできて、お、結構ノリノリだなと思ったら13番、ここもなんかワンパットで耐えたんですけどボギーが来てですね、この14番
これね、ほんと無理しました。もう絶対なんかブッシュティーショット打ってちょっと左に引っ掛けてブッシュがあって、でも自分のライこんな感じで左に引っ掛けたライからブッシュがあるのも、ユーティリティロフト6ユーだとロフト割と寝てるしいけるかなと思ったら、下げようってロフト取りに行けって思ったんですけど、やっぱこう振ると上げようとしてます。それでもう思いっきし池に突っ込んでですね、でもここからなんと池の手前から乗らず、池の手前から乗らずだったんですけれども、なんとこれもスーパーアプローチ出ました。スーパーアプローチからのボビー、あ、じゃあダボダボ、14番も今日花丸3つあって14番も花丸つけてます。はい、でここがね14、15度全然こうダボダボってきちゃったんで、ちょっと一回自分の中で線引いて気持ち切り替えて頑張るぞという気持ちのショートホールだったんですけど、また一軒入れて、なんですかね、なんかこうショットの立て直しって一回ミスが出た後って怖くなっちゃって難しいなーって、お風呂が沸いた、お風呂入りたいんですけど、その前に皆さんにね感想を伝えたいなと思いましてですね、撮ってます。はい、で16番イケポチャしたけど寄せ1でまたボギーで、ここも耐えましたね。で上がり2つ、もうここはもう自分の中でどっちかパーで上がりたいなっていうのがあったんで、17番ちょっと難しかったので、まあ、ボギーになってしまったので18番はもう何が何でもっていう気持ちで、結構あの返しのパット残ったんですけど、それも入れることができて、後半は13パット、すごいな、パター数だけ見て、どんだけショット悪かったんっていう感じですかね、うん、まあでも今回はあの予選通過ということなので、決勝ですね、9月30日かな、末に太平洋クラブ御殿場ウエストであるんですけれども、去年は私十欠っていうその女子の十欠に入ったので、今年もねそこに入れるように最後まで諦めずゴルフをする、うん、そこを目標にね結果は後でついてくると思って最後まで諦めずにやりたいと思います。はい、以上、太平洋クラブ女子選手権の予選の結果でした。成田コースでやってる、はい、以上になります。バイバーイ。 YouTube のこれ小さかった、もうちょっとじゃない。 YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。